カカミミキキリムシ、リムシ、カミキリムシ、天牛は、甲虫目、小カミキリムシか、サランバイシリーに分類されるカブトムシの総称。ごく一部の種を除き装飾で、成虫の体は、前後に細長く、触角、足、大顎が目立つ。卵幼虫さなぎ成虫という一生を送る、完全変態の昆虫である。全世界の熱帯から艦帯まで、 陸上性の多年生植物があるところには大抵、分布する。名前がついているものだけで、約二万種、日本だけでも八百種ほどが知られる。成虫の触角は長く、英名ロンホーンビトル、長い角の甲虫、または、ロンジェコーンもここに由来する。また、漢字表記の一つ、天牛は中国語に由来し、長い触角を、牛の角になぞらえたものである。触角の長さは、 種類やオスメスによって異なり、体長の半分くらいのものから体長の3倍以上に及ぶものまで変異に富む。同種ではオスの方が長い。ただし、黒髪切りやトラ髪切りなどは触覚がそれほど長くない。足はカブトムシなどのようなトゲは発達しないが長くがっしりしている。足先に並んだ布はハート型で細かい毛が生えており、吸盤とは 構造が違うが物にくっつくという点では同じである。この不接と鍵ギ爪があるため、垂直に立つ木の幹も、ガラス面でも歩くことができる。成虫は、植物の花、花粉、葉や茎、木の皮、樹液などを食べる。植物の丈夫な繊維や木部組織をかじり取るため、大顎もそれを動かす筋肉もよく発達する。うかつに手でつかむと大顎で噛みつかれることがあり、 大型種では出血することもあるので注意が必要である。キ切り虫という呼び名も髪の毛を切断するほど大顎の力が強いことに由来するキ切り虫からという説もある。また、キ切り虫を手で掴むとほとんどの種類がキーキーという威嚇音を出す。多くは全鏡と中鏡を擦り合わせて発音するが、ノコギリミ切り類など、 全肢の縁と後ろ足を擦り合わせ発音する者も,もいる。幼虫の食草、食事は種類によって大体決まっており、卵もそれらの植物に産卵される。幼虫は細長い芋虫状で、体色は大抵半透明の白色をしており、日本では俗に、鉄砲虫、鉄砲虫などと呼ばれる。一般には、円筒系の体で、全境だけが大きく、腹肺にやや平たい。 胸部の不足も、腹部のイボ足も、外見上はない。草の茎や木の幹など、植物の組織内に食い込んで、トンネルを掘り進み、大顎で植物の組織を食べながら成長する。生きた植物に食い込むものと、枯れた植物に食い込むものとがいるが、大型の種類は生木に入り込み、数年かけて成長することが多い。十分に成長した幼虫は、自分が作ったトンネル内でさなぎになる。 サナギはほぼ成虫の形をしており、触角が渦巻き状に畳まれる。浮かした成虫は、大顎でトンネルを掘り進み、植物の外へ姿を現すが、浮かした段階で越冬する者も,もいる。カミキリムシは、大きさ、体色、生息域、食草などが、多種多様に分化、適応を放散したグループである。世界最大のカミキリムシは、 南アメリカの熱帯雨林に分布するタイタンオウスバカミキリタイタニスジャイアンティアスで触覚を除いた成虫の体長が15から20センチメートル、幼虫は25センチメートルにも達する。また、ニューギニア周辺に分布するウォーレスシロスジカミキリ、ベターサー・ウォルシーは体長7センチメートルほどだが、20センチメートルほども、ある長い触覚を持つ。逆に、カミキリ類などでは、 成虫の体長が3ミリメートルほどの小型種もいる。他にも南米産のテナガカミキリのように、オスの前足がテナガ小金のように体長をはるかに超える種や、ケラモドキカミキリのように直締めのケラス姿も生態も似ていたり、オオキバウスバカミキリ、マクロウドンシャセルビコーニツのようにクワガタムシのような巨大な大顎を持つ者も,もいる。ちなみに、オオキバウスバカミキリは、 大きさでは10から15センチメートルに達し、タイタンを薄ばカミキリに次ぐ大きさである。日本での最大種は、体長5センチメートルほどの白筋カミキリベタサー、リニーラタや、ミヤマカミキリマシカスラディーダが、日本海を隔てた、沿海地方、朝鮮半島に、薄りオカミキリカラッポガンレリックタスという、体長10センチメートルに達する種類がおり、サ産種として、 日本で記録された例がある。また、ヒゲナガカミキリモニカマスグランディスは、体長4センチメートルほどだが、オスの成虫には、和名通り10センチメートルほどもある長い触覚がある。また、日本に分布する、コブヤハズカミキリ属パラシスシタットスは、胞子が退化していて、飛ぶことができない。同族にはいくつもの種が含まれるが、彼らは別種であっても互いに交雑可能なほど、 登場禁煙であり、にもかかわらず、野生状態では100メートル単位で空間を、明け生息範囲を接することなく住み分けている。この100メートルを、非武装地帯と呼ぶ者も,もいる。これは、地域変異に富みながらも、物理的に生息域が隔てられたことによる、同種内の地域変異、亜種、型であるオサムシ類とは、対照的である。カミキリムシの体色は、 周囲の木の幹や花などに合わせた保護色を持つものが多いが、中には、ルリボシカミキリロサリアバテシア、青カミキリケラドニアムクワドリコールなどのように、鮮やかな体色のものもいる。また、トラカミキリ類は、和妙通り黄色、赤、黒などトラを連想させる、縞模様があるが、これは毒針を持つ、アシナガバチ類に擬態して敵に捕食されるの不正で、いると考えられている。 カミキリムシは、草木を利用する人間の観点では、害虫としての存在が大きい。幼虫、鉄砲虫が生木に穴を開けて弱らせたり、木材そのものの商品価値をなくす。また、成虫でも、木や葉、果実を食害するものがいるので、林業、農業分野において、カミキリムシ類は、害虫の一つと言える。害虫として挙げられる主なカミキリムシには、以下のようなものがある。 また、飛んで移動できるカミキリムシの成虫は、植物の伝染病などを媒介するベクターの役割も果たす。例えば、マツクイムシと呼ばれる松のまだらカミキリ、モニカマソルターネタスは、日本の在来種だが、20世紀前半頃に松を枯らす、千虫の一種、松の在千虫バーセフィレンカスザイロファラスが、北、アメリカから日本に侵入、以降は千虫を媒介するとして、 戦中ともども、松食い虫として恐れられ、駆除が進められるようになった経緯がある。害虫として嫌われる一方で、大型種の幼虫は、世界各地で食用にされ、タンパク源の一つにもなっている。日本でも、燃焼中の焚き木の中に潜む、カミキリムシの幼虫は焼き上がると破裂音を立てるので、その音がすると火箸などで焚き木から取り出されて、食されていた。鉄砲の名は、 破裂音を銃声に例えたとも、食害により、銃弾が打ち込まれたかのような穴を開けるからとも言われる。そうじて、大顎が下を向く、太髪切り赤の多くや、髪切り赤のトラフ髪切り、杉の茜トラ髪切り、ブドウトラ髪切り等が、農林業害虫として問題視される。一方、あまり害虫視されていないのは、ノコギリ髪切りや薄葉髪切りの系統で、 これらの種の幼虫が食するのは地中に埋もれた倒木や普及した木である。その意味で幼虫の生態はクワガタムシに近いと言えるが、クワガタムシほど普及、んかが進行した材を食べるわけではない。花紙切赤の幼虫はほぼ全種が越し、普及した材を植樹とする。中でも原始的な種とされる平山コブ花紙切やベニバ花紙切蜂に擬態した。 ホソコバネカミキリ属ナシドリスの大型種、オニホソコバネカミキリ等は、老木のシンクされ部分を食べるという得意さから、生態がなかなか解明されなかった。ヒメハナカミキリ属ピドニアの一部は、幼虫の植生がさらに極端であり、不要度を食べている。また、カミキリムシはその多種多様さ、多彩さから、昆虫採集の対象としても人気があり、熱心な収集家も多い。 彼らは各種の花焼き、伐採後の木材置き場や、袖場、袖場、間伐材などを積み上げた場所、夜間の灯火などに集まった紙切り虫を採集する。木材置き場には生殖と産卵のために多くの種が集まる。また、花紙切り類は小型のビレージュが多く、多くは初夏に産地の花に集まる。それも栗の花とか寮部など、 花がふさふさとしたものに集まるものが多く、これを補中網では炊くようにして捕まえるのが大変な楽しみである。多くの赤に分けられる。赤を独立した動画として扱うこともある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。